国道238号、北海道稚内市大和座総屋村網走市。網走湖岸を通る猿仏村付近。おほうつく海を望みながら走る稚内市。東浦付近国道238号は、北海道網走市から稚内市に至る一般国道である。起点から終点までほぼ前線にわたって、おほうつく海沿岸のコースを取る。 日本最北端の国道で知られ、終点の輪っかな石では、日本最北端の地の石踏みが設置されている、宗谷岬を通過する。道路の地、延長は3 0 0トル以上に及び、路線番号が3桁の国道では、最も長い。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。長距離の路線であるが、 信号も少なく自動車で快適に移動できる。そうや岬のある機体近づくほど交通量が減る傾向にある。雄別町紋別市間は旭川紋別自動車道の予定区間と並行しているが、当該区間では2009年から防雪対策や交通安全対策によって旭川紋別自動車道の機能の一部を当面代替させる門別防雪事業が進められている。 トンネル橋梁道の駅起点、網走から北へ向かうと、網走湖、トロ湖、サロマ湖など、オホーツク海に面する湖を望むことができる。オホーツク海の海岸線に沿うシーサイドラインで沿道に大きな名所はなく、いくつもの町を通り抜ける。常に、オホーツク海を望むロケーションで、ひたすら同じような風景が淡々と続き、冬には流氷を見ることができる。 宗谷岬付近では、海の向こうに、サハリンを望む高涼とした風景の中、宗谷丘陵によるアップダウンが繰り返される道路となる。かつては、有毛線、名よ本線、高浜南線、高浜北線、天ま北線の各鉄道路線と並行していたが、1989年までに全廃されたため、以降は、並行する鉄道路線は存在しない。 バスターミナルや記念公園、モニュメントなどといった形で沿道にその名残を見ることができる。国道最北端の位置は日本最北端の地で有名な宗谷岬を通ることで知られており、その井戸は北45度31分の位置にある。終点は輪っかない市街地の中にあり、国道40号に行き当たって終わる。おホ総合振興局総や総合振興局。 ありがとうございます。